皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。この動画ではアクアポニクスで重要な役割を担う消化作用の働きについて解説していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。では本日の流れです。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。まず消化作用とは何か、次に窒素循環について、最後に注意すべきことです。それではまず消化作用とは何か解説していきます。消化作用を説明する前に消化の起点となるアンモニアについて解説します。水の中で暮らす魚は餌を食べると魚の糞や尿、エラなどから老廃物であるアンモニアを排泄します。この時餌に含まれる窒素の約 35% がアンモニアとして水に溶け出すと言われています。水槽のような水が外へ排出されない閉鎖された環境では水替えなどしなければアンモニアが水槽の中で徐々に蓄積していきます。アンモニアは魚にとって有毒な物質であるため濃度が濃くなっていくと徐々に魚は弱り死んでしまいます。そこでアクアポニクスではこの有毒なアンモニアを消化作用という自然の仕組みを利用して魚にとって毒性の低い物質に変えていきます。アンモニアの毒性を避ける消化作用は自然界に存在する微生物たちによって行われていきます。まず水に溶けたアンモニアはアンモニア酸化細菌によってアショウ酸という形に変換されます。このアショウ酸も魚にとっては有毒で魚の体内に入ると呼吸障害を引き起こすことがあり、いずれは死んでしまいます。アショウ酸は次にアショウ酸酸化細菌によって硝酸という形に変換されていきます。この硝酸は魚への毒性は弱い物質です。しかし硝酸も水槽内に蓄積して濃度が高くなれば魚に害を及ぼします。一方硝酸を自然界で見てみると実は植物が吸収しやすい窒素肥料のような形になっています。このようにアンモニアから亜硝酸、硝酸へと物質を変化させる微生物たちのことを消化細菌と呼びます。また消化細菌によって行われるこの仕組みを消化作用と呼びます。アクアポニクスでは魚の飼育をすることで発生する有毒な副産物であるアンモニアを消化作用によって硝酸に変換し野菜の肥料として活用しているのです。ではここから自然界で消化作用がどのように行われているか解説していきます。この図は自然界で窒素が循環している様子を表したものです。動物の排泄物や死骸など有機物から発生したアンモニアは微生物による消化作用によって亜硝酸や硝酸に変わり植物が利用できる形になります。植物は根から硝酸を吸収し成長します。動物がまたそれを食べ排泄物や死骸となります。このように自然界では食物連鎖によって窒素が形を変えて循環しています。これを窒素循環と呼びます。アクアポニクスではこの窒素循環の仕組みを利用して魚と野菜を一緒に育てているのです。ではアクアポニクスの中でどのように窒素が循環しているか見ていきましょう。まず魚が餌を食べると排泄物から水中にアンモニアが発生します。アンモニアは培地に住む消化細菌によって亜硝酸に変わり、そして硝酸へと変化します。硝酸へと変わった窒素は植物に吸収されるため水が徐々に浄化されていきます。このサイクルを繰り返すことで魚と野菜が一緒に成長していくのです。この窒素循環はアクアポニクスをうまく稼働させるためには非常に大切な要素となります。この機会に覚えておきましょう。では最後に消化作用で注意すべきことを解説していきます。まず消化作用のキーマンとなる消化細菌は
酸素を利用してアンモニアの変換を行う微生物です。このように酸素がある中で活動する微生物のことを好気性細菌と呼びます。アクアポニクスでは消化細菌だけでなく、魚や野菜も呼吸し、酸素を消費するため、水の中の酸素が不足しないように気をつけなければなりません。消化作用を効率的に行うためにも、水の中に酸素がしっかりある状態を作ることが大切です。では、酸素がないとどのようなことが起きるでしょうか。酸素がない環境では、活動するために酸素を必要としない微生物が働きます。このような微生物のことを嫌気性細菌と呼びます。嫌気性細菌の中でもダッチツ菌と呼ばれる微生物群があり、ダッチツ菌が働くと硝酸や亜硝酸は気体へと変わり、やがて大気中に放出されてしまいます。アクアポニクスで考えると、植物の肥料となる成分が放出されてしまうということです。このような理由からも、アクアポニクスでは水の酸素が不足しないようにする必要があるのです。では、今回の動画のまとめです。1つ目、アンモニアは消化作用により亜硝酸、硝酸へと変換されます。2つ目は、硝酸は植物の栄養となり吸収され水を浄化します。3つ目は、消化細菌は好気性細菌です。酸素がある環境で活動します。これで消化作用の解説は終わりです。消化はアクアポニクスの根幹をなす部分でもありますので、よく覚えておきましょう。今回の動画に関する質問や動画のリクエストは、ぜひコメント欄に記入してください。また、今回の動画が参考になった場合には、いいねをよろしくお願いします。今後もこのチャンネルでは、アクアポニクスに関する情報や、アクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。